1810年のフロリダの地図東フロリダはもともと、スペイン領フロリダの一部であった。7年戦争を終わらせたパリ条約の条項の下、スペインはイギリスにミシシッピ側の東と南東の、その領地のすべてを割譲した。イギリスは領地を二つに分割し、東フロリダの首都をセントオーガスティン、西フロリダの首都をペンサコラとした。両フロリダともアメリカ独立戦争の間は、 英国側についた。スペインはフランスの同盟として戦争に間接的に加わり、1781年にペンサコラをイギリスから奪い返した。戦後のパリ条約でイギリスはヨーフロリダをスペインに割譲した。スペインは土地を手に入れるための工場件を提供し、それは新たに作られた合衆国からの多くの入植者を引きつけた。合衆国とスペインの間には、 ロードの紛争がいくつかあり、時には軍事行動も引き起こした。アンドリュー・ジャクソン率いるアメリカ軍は第一次セミノール戦争中に東フロリダに侵略した。ジャクソンの軍は1818 18年4月7日にセントマークスを同年5月24日にはペンサコラを占領した。ジェームズ・モンローの国務長官、ジョン・クイン・シー・アダムズはこの問題での合衆国の立場を定義した。 アダムズはセミノールの支配に失敗したことでピンクニー条約を破ったスペインを非難した。支配を失う見通しに直面したスペインは1819年のアダムズ・オニス条約でフロリダの領地すべてを正式に合衆国に割譲し、その交換として合衆国は居住者の主張する合計500万ドルの保証金をスペイン政府に対して支払うことと テキサスのサビンカワイセの地域を放棄することとなった。ありがとうございます。